2018年の WHO のデータによると、日本人の平均寿命は 84.2 歳で世界で1位でした。ではどうして日本人はここまで長生きができるのでしょう。チャッグニャタンスシードワン乾杯ファイティーランビンドワンクムサロイ。確かに食べ物というものはものすごく重要です。でもそれだけが日本人が長生きできる理由ではないんですね。ちなみに同じ年のベトナムの平均寿命は 76.3 歳で世界で55番目でした。日本と比べるとおよそ8歳も平均寿命に差があるんですね。今日は皆さんに日本人がこれほど長生きできる秘密を紹介したいと思います。日本の有名な料理といえば寿司、刺身、でもない。その通りです。でも実際日本人は寿司や刺身をそれほど食べるわけではありません。日本料理といえば代表的なものが和食です。和食というのは昔から続いている日本の伝統的な料理のことなんですね。最近では洋食と呼ばれるハンバーガーやピザなど、こういった脂っこい食事も増えてきているんです。しかし和食がそういった洋食と一番違うのは使っている油の量なんですね。寿司や刺身を代表するように和食にはほとんど油というものを使わないんです。一つ面白い言葉があります。それは孫は優しいです。これは和食でよく使われる食材を示しているんですね。豆、ごま、わかめ、海藻、野菜、魚、椎茸などのキノコ類、そして芋類です。こういった食材を組み合わせて和食というものはできているんです。日本というのは海や山、さまざまな地形があります。そこから取れる食材を組み合わせて食べることによっていつも健康を保つことができるんですね。特に日本人というのは年を取ってくるとだんだん脂っこいものが受け付けなくなってくるんです。そういった時は和食をよく好んで食べるのでより健康に生きることができるんですね。皆さんは日本の病院に行ったことがありますか？僕は日本、ベトナム両方の病院に行ったことがありますが、その中で一つ言えることは、日本は医療に関して言えば明らかに優れているということです。医療技術が高いのはもちろんですが、病院の設備、そして清潔さ、こういったものは病気から回復するときにものすごく役に立つんです。もちろんベトナムでも設備が整っていてすごく綺麗な病院というのはあります。でもそういった病院というのは一部のお金持ちや外国人たちしか利用できない非常に高額な病院となっているんです。日本の医療の優れているところは誰であっても平等に医療を受ける機会があるということなんですね。このおかげで日本人は病気を治療して長生きすることができるんです。世界を探せば医療が発展している国なんて山ほどあるんです。ヨーロッパ、アメリカ、アジア、さまざまな国で医療は非常に発展しています。しかしながら国民全員がきちんとした医療サービスを受けれるかどうかは医療の発展とはまた別の問題なんですね。例えばアメリカでは医療は発展していますが、全員が医療サービスを受けれるわけではありません。医療費が高額すぎて一部のお金持ちしかきちんとした医療サービスを受けることができないんです。アメリカではこういった話があります。アメリカ人は歯を気にしている人が非常に多いです。これはなぜかというと、もしも虫歯になってしまうと医療費が高額すぎて払うことができないからなんですね。そのため気をつけて歯磨きなどをしているんです。日本の医療サービスが他の国と比べて優れている点は、国民全員が平等に医療を受ける機会があるということなんです。その仕組みが国民健康保険と呼ばれるものです。これは毎月国民全員が一定のお金を支払います。もしも誰かが病院に行きたいとき、そのお金を使って支払いの一部を払ってくれる、そういった仕組みなんですね。
例えば病院に行って支払いが1万円だとしましょう。この国民健康保険を使うことで実際に払う金額は1割から3割、つまり1000円から3000円だけで済むんですね。特に重い病気になるとこの制度は非常に役に立ちます。がんなど手術が必要な病気というのは治療費も非常に高額です。普通の人では払えないような金額でもあるんですね。その時にこの制度を使うことによって一定以上の金額が返ってくる、そういった仕組みもあるんです。この制度があるから日本人は重い病気にかかったとしてもきちんと医療サービスを受けて治療することができるんです。これが日本人が長寿である理由の一つなんですね。最後の理由は日本人全員の健康に対する意識の高さです。日本人は常日頃から健康に対して非常に気を使っている人が多いんですね。サプリを飲んだり野菜を多く食べるようにしたり、そういった日々の習慣から気をつけている人がいます。これらは小さい頃からの健康の教育のおかげなんですね。例えば僕が小学生の頃、毎年お医者さんが来て一人一人子供たちの健康診断をしたり、ワクチンの接種をしてくれたりしたんですね。そういったことを毎年繰り返すことによって大人になっても異常がないか病院にいてチェックをする、そういった習慣ができたんです。病気というのは早く見つけることができればすぐに治療することができます。しかしながらそのままずっと放っておいてしまうと最悪の場合は手遅れになってしまうんですね。僕たち日本人は病気になる前、つまり予防を非常に気にしているんです。だから普段から食事に気を使ったり適度に運動をするようにしたり、そういった日々の生活習慣を変えている人が多いんですね。これが日本人が長寿の大きな理由なんです。日本人の平均寿命は年々増加していて、将来は90歳が平均寿命になると言われています。そうすると日本人の多くが100歳まで生きることができるんですね。今日ご紹介したのは日本人が普段からしている長寿のための秘密なんです。一番大事なのは日々の習慣の積み重ねなんですね。だから夜遅くまで起きたり、そういった不節制をやめましょう。しっかり食事をとって健康に気を使う、そういった意識の高さが僕たちが長生きできる理由になるんです。これから先ベトナムもどんどん医療が発展して90、100と生きてくる人が増えてくると思います。そうすると平均寿命もどんどん伸びてくるんですね。皆さんも健康で長生きしてくださいね。